どうもでございます。月セントラル TV 今回もスタートしました。 MC は僕内藤佐藤です。今回もよろしくお願いします。さてさて、今回はですね、いろんなところでまあ活躍してますよ彼女も。今日はセントラル TV この方をゲストにお招きしました、西山麻衣さんです。どうぞどうぞ。じゃあ自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、西山麻衣です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いいよ、言いかけてなんかいいよ。いや、大丈夫です。大丈夫なの？はい、言うてこい、言うてこい。いや、今日はいろいろちょっと楽しいお話をしたいと思います。ほ、優等生。はい。さて、麻衣ちゃんでございますけれども、いろんなところで活躍してますが、はい、まあ、皆さんがご存知なところで言うと、先日まで流れておりましたが、川つく会員ナンバー5って何なの？これは会員番号がみんなついてるんですけど、はい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 、6人モデルの子がいて、6人モデルがいて会員ナンバー1から6まであるんですけど、はい、で私は会員ナンバー5番なんです。5番。この CM っていうのが何の CM でしたっけ？これは顔のエッセンシャルっていうシャンプーの、はいはいはい、これしずちゃんが出てたりとか、はい、そうです。山崎徹さんが出てたりとか。そうです。メンバーの中に彼女もいらっしゃったわけですよ。そうなんです。しずちゃんはよく聞かれる質問かもしれませんが、やっぱり大きいですか？はい、もうみんな聞きますね。大きいです。はい、大きいです。182センチぐらいあって、うん、もう撮影中とかっていうのはどういう感じなんですか？皆さんはどんなこう思い出があるんですか、この CM の？そうですね、もうなんか2年間やってたんで。あ、そうか、2年間か。そうなんですよ。だからもうすごいいろんなところでロケもしましたし、はい、いっぱいあるんですけど、うん、しずちゃんは本当にもうテレビで見たまんまな感じで、はいはい、結構無口というか、そんなにこうポツポツって喋る感じで。あ、そんな感じなんですね。そうなんですよ。で、楽屋っていうかその控室とかでは筋トレが趣味らしくって、うん、だからずっとこうやって腹筋したりしてるらしいんですよ。楽屋でもずっと腹筋してるしてるらしいんです。あんまりこう周りの人何になりたいのかな、しずちゃんは。わかんないです。アスリート目指す。もう体も大きいですね。いやでも結構筋肉質で、スタイルはすごいいいんですよ、しずちゃん。でも最近どんどん綺麗になってると思いますね。そうなんですよ。髪も伸びてすごい女性らしくなって、うん、モデルの間でもなんかすごい女の子らしくなったって言って。あ、やっぱりそうなんだ。CM の撮影中でもなんかこうエピソードがありませんか？思い出っていうのは一番どんなことですか？そうですね、やっぱり海外のロケに行ったのはすごく印象的でしたね。お、どこに行ったんですか？夏の水着編っていうのがあって、はいはい、その時にハワイにロケありましたね。おうおうおう、あれは楽しかったですね。ハワイロケでも大変だったんですけど、やっぱりこう海がもう全然違うんですよね。もう景色も全然違うし、いるだけでも本当に気持ちよくて。撮影 の例えば待ち時間とかすごく長かったとか？そうですね、待ち時間は長かったんですけど、ハワイでは何時間でも待てました。あ、やっぱりね、ハワイ まあそのリゾート的にはいいけども、スタジオでまあ撮影する時もやっぱり待ち時間ってやっぱり長いですか？そうですね、結構長かったり、もう人数が多いんで、うん、こう1人ずつこう撮っていくとちょっと時間がかかっちゃったりして、はいはい、待ち時間が長くて。一番最長で CM の世界って全く僕わかんないですけど、どうなんですか？すごいんですよ。14時間ぐらい待ったこととかあって。何それ、14時間って？なんかこうみんなで一緒に入らなきゃいけなかったりするんですけど、はいはい、でもこうバラバラに撮っていくから、もう1人待たなきゃいけない時間がこう長くなっちゃったりとかして。14時間って何してんの、その間？もう寝ましたね。寝ようと思って。楽屋で14時間でずっと待ってんの、こうやって？いやもうでも普通に部屋にもう何でもあるんですよ、うん、こういろいろ雑誌とか用意してもらったりとか、お菓子とかもいっぱいあるし、冷蔵庫とかもテレビもあるし、何でももう部屋なんですよ普通に。そこからでもさ、14時間待ってたよ。じゃあ自分の番になって、じゃあ撮影スタートですよって言った時に、自分の中でこう仕事モードというかさ、そうなんですね、待ち時間からちょっと変わるわけ。長すぎる時はちょっともうなんか、あれ私何すればいいのか。そうだよね。いや本当にそんな感じで、14時間待ったんだ。でもいろいろとこうスチールとかも活躍してるわけですよ。後ろにもね、ちょうどポスターがありますが、あれは何ですか？あれはセントラルパークのポスターです、ね、ウォータムコレクション。はい、これも彼女でしょ？そうです。そうですね。で、下のちょうどこのピンクのポスターの下の、あれはシャチハタの、はい、OL さん向けのスタイリッシュなデザインのっていう、コンセプトのポスターなんですけど、商品のまあ、皆さん向かって言うと左隣、はい、スーツの、はい、グレーのスーツの、そうなんです、立っているのも彼女。私です。売れとるね。
いい感じで売れてるんじゃないですか。内藤さん、内藤、はい、ありがとうございます。なんだそれ。さて、その西山